吉岡忠和は、日本の海軍軍人。海軍兵学校57期。最終階級は、海軍中佐。旧姓は大杉。1908年5月14日、静岡県浜松市に、父、大杉喜三郎の逸夫として生まれる。兄に、大杉森一海軍中将がいる。後に、海軍機関中将吉岡保テの養子となった。浜松市中を経て、 1926年4月9日、海軍兵学校57期に入校。1929年3月27日、恩師の成績で卒業。1930年12月、小位。1932年12月、中位。1932年12月、第23期飛行学生を拝命。1933年7月、卒業。 1934年11月、木の笠分隊長。1935年10月、予告受付。11月、退位。1936年11月、練習航空隊高等科学生。1937年7月、か野,野空分隊長。1938年8月、予告受付。1939年10月、 高尾空飛行隊長。1940年、少佐。1941年5月、第23航空船隊参謀。1941年9月、第1航空艦隊を航空参謀に着任。1941年12月、真珠湾攻撃に参加。真珠湾攻撃では、戦艦4隻が大破着艇、戦艦2隻が大。 中破するなど、アメリカ太平洋艦隊を行動不能とする戦果を挙げた。その後も第一航空艦隊は、ニューギニア、オーストラリア、インド洋と連戦連勝した。1942年6月、ミッドウェイ作戦に参加。第一航空艦隊は、連合艦隊が敵情を把握し、米機動部隊の動向は、気を失せず一航艦に通報するように依頼し、 重要な作戦転換は、連合艦隊司令部から位置交換に発せられることになっていた。しかし、連合艦隊は付近に敵空母の疑いを感じ、情勢が緊迫してきたと判断しながら、甘い状況判断の放送を東京から全部隊に流したまま、自己判断を機下に知らせなかった。そのため、吉尾からは、敵潜水艦に発見された情報も知らされず、 その後の敵の緊急心臓か、動きの活発化が何を意味するのか判断がつかず、敵がこちらの機とを察知していないもの、敵空母はハワイにあるものとして行動することになった。作戦当日の作敵計画は吉岡が立案したが、発信が遅れる作敵機もあり、敵機動部隊の発見が遅れて混乱を生んだ。戦後、吉岡は、 当時攻略作戦中敵艦隊が出現することはほとんど考えていなかった。そのため、作敵は厳重にするのが良いことは分かっていたが、作敵には観光を使わなければならないので攻撃兵力が減ることとなり惜しくて作敵に避けなかった。全く状況判断の甘さが原因であるもっと密度の濃い作敵をするべきだったと語っているが使用された。テスト中だった。 水星試作機の偵察改造機も空母には搭載されていたが、初動の策的には使用されなかった。敵艦隊が発見された際に、陸用爆弾を装備した攻撃隊の即時発進鬼航戦司令官、山口多門が一交換司令部に意見具信したが、一交換司令部は攻撃隊の収容を優先させた。吉岡は今までの防空戦闘の成果から見て、 敵機の来週は、艦船で防御できると漠然と判断していた。また、敵空母までの距離はまだ遠いので、次の来週は、ミッドウェイの航空兵力であろうが、それにはまだ相当の時間的余裕があると判断した。さらに攻撃は大兵力を集中して行う方が、戦火も大きく、損害も少ないので、若干攻撃隊の発進を遅らせても、 大兵力が整うのを待つ方が有利であると考えた。この決定は、司令部内では、問題もなく簡単に決まったと語っている。ミッドウェイ海戦は4空母を喪失する敗北に終わった。海戦後の1942年7月14日、第3艦隊が一交換の代わりに編成され、長雲忠和中将と、草加隆之助少将以外の一交換司令部の、 幕僚はすべて交代したが、吉岡はミッドウェー海戦の事後処理要員として、南雲司令部にしばらく留まり、同日付で第3艦隊参謀に着任した。秘密裏にミッドウェー海戦における位置交換の戦闘商法を作成をした。吉岡によれば、資料がないので、第3戦隊、第8戦隊、第10戦隊の資料を使ったという。 機密保持のために秘密裏に行われたので食い違いもあるだろうが、伝文などは正しいという。ただし、戦後残されている戦闘商法は、吉岡参謀が作成した戦闘商法から功績調査用に書き直されたもので、吉岡参謀の作成したものは残されていない。1942年11月15日、横須賀航空隊飛行隊長に着任。 1943年7月1日海軍、大学高校主学生39期に入学。1944年3月4日主席で卒業。1944年2月、第26航空船隊主席参謀。1944年7月、第1航空艦隊参謀を兼務。1944年10月、中佐に昇進。 1944年10月19日、有国まばらカット飛行場、第201海軍航空隊本部で、第1航空艦隊長官に内定した、大西滝次郎中将の下で開かれた会議に、招集された。大西は、米軍空母を1週間くらい、使用不能にしは早1号作戦を成功させるため例、1 2 5 0ラム爆弾を抱かせて、体当たりをやる他に、 確実な攻撃法はないと思うがどうだろうと、神風特別攻撃隊を提案した。吉岡はこの案を聞き、これしかない、今まで探していたものはこれだと賛成したという。その後、神風特攻隊が実現すると、航空参謀として特攻を推進した。海兵学校出身の四季島隊隊長、関幸男隊員が特攻第一号として大々的に発表され、 それ以前に未期間となっていた、予備学生出身の山和大隊長、久能義忠が注意が遅れて発表されており、1975年8月、これについて尋ねられた吉岡は、中島忠史調の報告が遅れたからと答えたが、第一航空艦隊は、久能木未期間の電報を当時受けており、これについて確認されると、何気ない言葉のあやでそう答えたと言った。吉岡によれば、 苦悩隊員の出撃は、天候が悪く到達できず山か海に落ちたと想像するしかなかった。編成の際に指揮官として、神大以を指名した時から、席が1号であり、順番がどうであれそれに変わりはないと見るべきという。1945年1月、横須賀鎮守夫婦。1945年8月15日、ルソン島での捕虜として終戦を迎えた。 12月、予備役。1951年2月、吉岡は兵庫県神戸市に吉岡商会を創業。工具、工材の販売を開始。2000年死去。ありがとうございます。